おはようございます。今日はちょっと声がやっぱりダメですね。今週は月曜日からあちこち旅をしていて、動画の配信もなんかたくさんしちゃいました。ご迷惑かけちゃったかなと思いますけども、皆さんになんか旅先の美味しかったことや楽しかったことをお知らせしたかったので、ちょっと怒涛の配信になっちゃいましたけども、ご了承くださいませ。今日はもうね、のんびり朝からお家でコーヒー飲んでます。横浜を皮切りにね、あちこち行ってきましたけれど、楽しかったですね。浦和にある ADA の巨大水槽も本当にね、綺麗でした。以前も行ったことあるんですけども、全然劣化してなくて、苔一つ生えてなくて、どんだけお手入れしてるのかなと思うぐらい綺麗な水槽でした。お魚さんたちもね、大きな水槽でのびのび泳いでました。あとはあれですね、ちょっと変わったおはぎを買いに桜新町っていう世田谷の方まで行ってきたんですけども、行くまでそこがサザエさんの町だっていうことも知らなくって、駅に着いた途端サザエさんの絵とかいっぱい書いてあったので、もうテンションが上がっちゃって楽しかったですね。おはぎもね、まあ1時間は並んだんですけども、すごく綺麗なおはぎが飾られてて、ちょっと感激しちゃいました。食べてもね、とっても美味しかったので、また何かの機会があったら買いに行ってみたいなと思います。あとね、初めて行ったんですけど、新大久保ってコリアンタウンっていうか、本当もうあそこ韓国かなーって、まあ韓国行ったことないんですけど、韓国はこんな感じなのかなって思う感じでした。エネルギッシュな街でした。あとね、サムゲタンが美味しいお店に連れてってもらったんですけども、本当美味しくってね、最後の最後まで食べちゃいましたね。美味しかったです。本当にね、ちょっと家から出てね、近場でいいからね、こうやって旅をするのって楽しいですね。またね、いっぱい働いてお金を貯めて、あちこち美味しいものを探しの旅に行ってきたいなと思います。明日からまたお仕事なので頑張ります。それでは皆さん、今日も一日楽しく健やかにお過ごしください。ではまたね。余談ですけど、うちで飲むコーヒーが一番美味しいなと思いました。ではまたね。